ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、クライマーズハイ。監督は、原田雅人。2008年の作品です。昭和60年8月12日に起きた未曾有の大惨事、日航機123便墜落事故の真相を追う、地方指揮者たちの物語です。主演は堤真一。共演は堺雅人、山崎努ほか、友軍記者としてくすぶっていた勇気は、日航機事故報道の前件に任命されますが、会社内部の旧態然としたシステムに悩まされ、また、勇気の手柄を妬む上司などからの演出な妨害を受けます。もともと、原作者、横山秀夫が実際に地方紙の記者だったことがあり、新聞社の内情が非常にリアルで細かく描写されています。最後までご鑑賞いただき、ありがとうございました。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。